はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、史上最強カード大嵐が、制限カードで戻ってきましたんでね。これ何年ぶりでしょうか、何億年ぶりか知らんけど、この大嵐というカード、フィールドのマジックトラップカードを全部破するっていう効果なわけですね。これめちゃくちゃシンプル。この、まあ、全部破するというカードのテキストを見たら、僕はイテモさんと見られないわけですよ、基本的には。ということで、組んできました全部破シーズン4です。IQ3 のデッキなんですけど、とりあえず相手のカード全部破したら強いんじゃねっていう、うんこみたいな、思考のもと IQ3 の状態で作ったと言われている最強カードですね。はい、最強カードという最強デッキですね。基本的にもやることは超単純で、ライトニングスターム、ブラックホール、嵐、サンダーブルト、ハネボーって言って、相手のカードを全部破しまして、でその後に、まあ、オーボの石液か、引き張って、ホルスを出して、殴りまーす。対戦ありましたーです。これ。まあ、これに尽きる。やることは。これだけ。マジでね、これね、意外と強いから。だから意外と強いっていうのところがいいところなんで、これクソデッキって大体ほんとうんこみたいな弱さしてるんですけど、なんか意外と強いっていうところがこのデッキのいいところなんで、ちょっとよかったら最後までご覧ください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。大嵐きた。わらびであれ、ラビレンスかもマジでかも。ラビレンス、メタミだ。いや、メタミはワンチャン。神線やめて、マジで神線なければ結構オーラしてきた。おいよし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 、あ、オッケー、これぐらいだったら余裕でいけるよ。これは余裕だよ。にぬるいぬるいぬるいってことが、あれなんだ、モンスターか、あれ2枚手札。ちょっと一旦大嵐ぶち込んでいいっすか。自分おだすバオッケー。あ、神っすね。了解。オッケー、全然いけるぞ。ちょっと待ってくれ。一発目からこれあれか、王の棺でいいか。王の棺発動。まあ、裏もしかしたら持ってる可能性もあるけども、どうですか。あ、ないね。なんもねえわ。なんもなきゃもうとりあえず、じゃあちょっと一回全部発動するわ。はい。これ発動して、はい。もう全部捨てて。これも捨て、もう全部捨てる。これ。で、あれなんか、特殊召喚できねえのになんかホルスとか送ってても何もできないんじゃないですかと思うじゃないですか、皆さん。大丈夫、任せてください。イニシエより伝わり最強カード。サンダーボルツバーン。メタビはかも。マジ神ゲー起きた。まあ、割と、まあ、なしではないハンド。なしではないハンド、ゾウジートルカゲーミング。はい、ポプルスどうぞ。ポプルスだけでは何とも言えませんが、一体何ですか。炎王ですか、レスキューエースですか、スネークアイ純正ですか。そろそろデモンスミス来ちゃうと思うんで、ちょっとスネークアイさん黙ってもらっていいですか。いよいよ、それはどうぞ。いや、これマジでワンチャン奇跡起きて G 取んねえかな、これ。本当に。ちょっと、マジで取って、頼む、お願いします。よろしく、お願いしまーす。はい。マジクソゲーだ、このゲーム。本当にクソゲーだ、このゲーム。マジで。このゲーム、本当クソゲーだな。これ、何回も言ってんだけどさ、俺。先行5枚でさ、高校手札5枚なのおかしいから、高校なんか6枚にしてドローフェーズなしっていうルールでどうっていうずっと言ってんだけどね。もう遊戯王先行ゲー加速しすぎて、もう誘発ちょっといっぱい投げないと止まらないじゃないですか。だからまあ先行を5枚スタートでいいから、なんか手札を6枚にしてちょっと手札やつをちょっと多めに高校引かしてほしいっていう。でドローフェーズなしでいい、何高校の1ターン目のこういうね、ことをちょっと提言してるんですけど、皆さんどう思いますか。マジでさ、デッキトップドロー増字とかうららとかめっちゃあんじゃん。だからその6枚目だよね、そのデッキの上6枚目みたいな、マジうざいからさ、あれどうにかしてほしいわ。さあどうする、これはなんだ、これはアルカリトルナイトか。
リトナキタ、タービランス、あ、オッケー。なので無限法要ケアね。無限法要はケアしていく。でタービランスが着地する。かっこいいなフランキー将軍。でめっちゃセットされる。ありえんセットされる。何にも違いありません。ご自由にどうぞ。はい。エクスティングウィッシュ。エクスティングウィッシュコンテイン。はい。マージェンシーレスキューと、ダリーなー、めちゃくちゃダリーなー。でもライトニングストームで後ろ飛ばして、いやでもちょっとぶっぱカードもう一枚やってもいいな。ちょっと後ろと前両方ともぶっ飛ばせれば割とあのレスキューエースはいけんだよ。なんかあーなるほどなるほどですね。ちょっと一旦ライトニングストームで一旦ちょっと後ろ全部飛ばしてもらってもよろしいでしょうか。すいません。あ、エマージェンシーどうぞ。 OK です。それはどうぞ。一旦全部ちょっとね、あの後ろのカードそんなに伏せられるとこっちもあの嫌な気分になるんで全部破壊してください。あー G 打つ、なるほど。あー、ハッカー穴か。じゃハッカー穴くせえな。1枚、一番 の、 あの左側のカード、はいはいはい、オッケーです。まあ、G 通りますよ。ちなみに G は通ります。全然で、これで、はい、でフリメンタープリ、君の運命の人は僕じゃないって言って全部破壊されて、でこれでそうだ、破壊だったね。オッケーで、これでなんだっけ、レスキューエースハイドラントが戻ってきます。はい、いやこれ一回全部パしてな、マジで一回全部パして、ちょ一体見せていこうか。でこれでさ、ブラックホールとか引こうぜ。ブラックホールとか引こう、頼む、カモンブラックホール。はい、でドロー、おお強いね。これでなんか2枚ドローしてブラックホール、サンダーボルト、どっちでもいいよ、どっちでもいい、マジでこれは結構あるよ可能性。参戦のことかでもいい。なんでバック除去、なんでバック除去2枚、もうバックは除去したんだよ、バカタレが、バカタレか、これマジで。いやまあ画面シールするしかないか。リトルナイトさんをしょらせてもらいまして、画面シエル君、画面シエルパイセンを差し上げます。スーを差し上げます。でちょっと待って、これマジでこれ何もなければこれワンキルいけそうだな。王の棺発動するんだろ。でイムセティはいるから、王の棺の効果起動して、ちょっと待って、あの大嵐とかいうカードも、ハーピのハルボーキとかいうカードも全然いらないから、もうこれ全部捨てるわ。で、ドゥアムテクでしょ。で、王の棺の効果発動して、で、大嵐とかいうマジゴミカード捨てて、何の意味もねえわ、大嵐とか。今。でも全部置きました。はい。これ全部置きました。OK。で、こう。で、ホルス出して、ちょっと待って、これニビルと、まあ、リンクリボー等とケアしないといけないから、こうしてちょっと一回あれだ、フォトロール出すわ、フォトロール出す。ただモンスター数は足りてっから、オッケーで、これでフォトロール出す。一旦フォトロード、はい、これでモンスター効果無効立てられました。これでニビルと一応リンクリボーはケアできています。であとはウアムテフを爆誕させて、そして村クも爆誕させて、頼む通れ、マジでエフェクトペーラーやめろ。リュウエイシンドラッグラビオンを爆誕、うわキュイーン。そしてホルスの栄光イムセティを特殊召喚、さらに竜栄神ドラクラビオンの効果を発動。竜栄神ドラクラビオンの効果によりオーバーリミットを一つ使い、エクストラデッキよりナンバーズ100ヌメロンドラゴンをエクシーズ召喚、キュイーン。そしてヌメロンドラゴンのモンスター効果を発動、オーバーリミットを一つ使い打点をアップ、キュイーン。バトルいけー、一撃必殺、黙れ黙れボケが黙れリンクリボーがボケが。ギャラクシアイズボトルロードの効果により相手の発動したモンスターの効果は無効。
黙れー、黙れー、地獄へ落ちろ。なにこのチェーン、このチェーン何、よーし、イエス、対戦ありがとうございました。イムセティ3枚はちょっといらないわ。イムセティくんやる気満々、やる気満々グローブなんだけど、これちょっとさすがにやる気出しすぎだね。彼そんなにはいらないね。お、出たミラーだこれ。大の質疑、じゃあちょっと大嵐で一回全部後ろぶっ壊してから、あでも対象にならない効果で破壊さないって、あ大丈夫だ。大の質疑を大嵐で破壊して、で、全てをぶっ飛ばした後にブラックホールとかサンダーボルトみたいなカード引ければいけるから、これちょっとトレードインのコストにできる、できれば熱い非常に。オッケーで、ホルスの栄光、イムセティとドゥアムテフとケベンセネフとハーピーが出てきて、で、古代エジプト版面来た。で、古代エジプト版面からのキッショ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 マジキッショキッショいけど、これ大嵐で全部吹き飛ぶな。分からせることできんのこれ。トレードイン発動で、トレードインの効果発動、はい、で2枚ドローしました。でさらにトレードインの効果も発動できます。トレードイン発動、まあちょっと一応イムセティにしますか。でイムセティで、はい、でなるほどね、全部っぱ引けなかったけど、全部っぱ引けなかったけど、まあこうすればいいんじゃないですか。こうするとイムセティが一応効果起動できるな。で全て爆破できる神ゲー、はい、あとはあのバニティルーラーとかいうキメモンスターをなんとかすればいい。あのキメモンスターをなんとかすればいけるのである。カモン、いや神、神、このデッキ神。何がバリティーボークンじゃバカ、誰がゴミギミックが一昨日生き上がってんだよ。このデッキ強くね。このデッキこういうキメーデッキに対してめっちゃ強いんだけど、さっきはなんかさメタビ2連戦くらいしてさ2戦ともさ普通にまくったからさ、これがキモい対キモいデッキ決戦兵器みたいになってんだけど、これもしかしたら最強か、もしかするってと、おい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 つえくたばりやがれ、おるおるおる、何が暴君の暴言じゃん。こっちの方が IQ3 で勝てるお前のデッキなんかよ。